Well, itinanggi rin nila ang paratang na binubuwag nila ang union kaya sila magsasara. Hai, kyou wa koko desu. Soria nai no bukke. Yoyaku mo nan mo shite nai desu kedo ne, itte haireru to omou desu. Itte mimashou. こんな感じでね、店内様子です。うわー、まあカジノの雰囲気を味わいながら食べれるという、ここでね、今日は無料でこのコーヒーメーカーもらいました。明日はオーブントースターもらえるということで、まあまあついでに言うので、いつも転がされてますけど、はい、まずは無料の飲み物がこうジュース、コーラ、赤ワイン、白ワインとありますね。これ、はい、サラダ関係、チーズにハムにスモークサーモン。内容はまあ岡田より上やね。フルーツも豊富、これがメインのロブスター食べ放題、これがすごいな、ね、いくらでもこのロブスター食べ放題、いろんなテイストがある、何種類も。こっちは日本食、さっきのロブスター、いろんなガーリックバターにあれに、ここは寿司関係、寿司関係があります。天ぷら、チーズ、こっちはイタリアン、ラザニア、ピザ、パスタ、うわ、こっちはローストチキンとかポーク、こんな、これは食い切れません。さあ、そしたら食べてみましょう。こんな感じでタコがあるのが珍しい。ロブスターはガーリックバターとペッパー、あと他にもいろいろありました。いや、うまいです。あの週末は1人3000プラスプラスなんですけど、私カード使って 20% オフなんで2400プラスプラスですか、まあ、だいぶ安くなります。ロブスターはまあまあ食べ放題ですけど、身はちっちゃいからあんまり入ってない、ね、まあただ食べ放題なんでね。さあ次のラウンド、こっちはレチョン関係やね、いろいろあります。ここはフィリピンの、ああこういう感じのヌードルか、なるほどなるほど、リゾット、やっぱりここからメインのロブスターがすごい、こんだけの種類があります。これスイートチリ、ブラックペッパー、ガーリックバター、カレカレテイスト。こっちは別のカニ、クラブ貝ね、あ、これも美味しいけど、だから内容的には岡田を上回るな。シーフードをここで料理してもらいますと、はい、これねオーダーしましたと。そしてここがベジタブル、ここはこんなアドボ、これはライスか、パンもあります。あ、ここにもレチョンバゴイあるのかな。ソース関係も豊富、こちらはヌードル関係、チャーハン、あ、中華系か、こっちはヤムチャ、こっちはデザート関係が豊富。これは最終ラウンドやからね、もあります。すごいな、デザートの数が半端ない。こっちはフィリピンのデザート、フィリピンのデザート、そしてアイスクリームも回ってます。こっちはフルーツが、ふんだんなフルーツ、これロブスター味のリゾットや、これを取ってロブスターいきましょう。
ロブスター味のこのパスタ。このね、カニはね、カニのこのハサミは奥の方にあるから言わないと出してくれないですよ。言うとなんぼでもあります。はい、これは頼んだやつですね。こんな感じで、はい、ガーリックバターで頼みました。ここならカジノの雰囲気を味わいながら食べれるというのがいいかもしれませんね。はい、次はビーフいきます。ローストビーフで、ソースはペッパーのソースとマッシュルームソースと、そしてもう一回デザートね、キムチもありましたんでキムチちょっと味わいます。はい、レッドワイン入りました。ラーメンもあるっていうことです。はい、こんな感じ。ラーメンがあるのがいいですよね。締めのラーメン、味噌味だそうです。はい、これうまいですわ、締めの味噌ラーメン。いや、これはいいです。まあ、フルーツも豊富にありますね。でデザートで締めます。もうたくさんあるんで少しにしました。思い出しました。ここでね、うちのスタッフ集めてクリスマスディナーパーティーをやったことあるんですけど、みんなね、最初の30分で米山盛り持って、その上に肉やら何からそっから食べ出して、で30分ほどでみんな腹いっぱいになってるんですよね。でデザートまで届いてないんですよね。そんなんがあったんで、会社のクリスマスパーティーはもうビュッフェはそれでやめたんですよ。でどっか旅行に行くとかそんなにしました。はい、ということでうまかったです、ここのビュッフェ。まあまあうまいっていうか、もうやっぱりビュッフェ食べ過ぎるから腹いっぱいになるんですけどね。はい、平日でも週末でも夜は3000ですね。昼やったら、平日やったら2000で、そこにカードね、ディスカウントついたらだいぶ安くなりますね。はい、ということでした。終わります。中国の車か、これ。これは韓国、こっちがホンダ。いや、もう雨のマラテひどいです。はい、やってまいりました。